直置きタイプの施工状況です。倉庫や工場などで用いられますが、既存オフィスの後付け床免震にも最適です。墨出しをします。墨出し位置に沿って専用両面テープを貼り付けていきます。セルシートを貼り付けていきます。滑走プレート同士を専用テープで接合し一体化します。長尺シートやカーペットなどでカバーすればすっきりと仕上がります。数百平米クラスの広い面積でもわずか 2,3 日で施工は完了します。免震部分の周囲は保護シートを少し大きめにして埃やゴミが入らないようにします。壁際や柱周りでは25センチ以上の動き代を確保します。 OA フロアタイプの施工状況です。主にデータセンターやサーバールームなどで用いられます。墨出しをします。墨出し位置に沿って専用両面テープを貼り付けていきます。セルシートを貼り付けていきます。滑走プレート同士を専用テープで接合し一体化します。滑走プレートの上に支持脚を設置します。支持脚のレベルを取ります。OA パネルを置いていきます。非免震部分の OA フロアも施工します。変形吸収部にカバープレートを設置します。床下スペースに余裕があるので配線も自由に落とし込むことができ、冷気送風もスムーズな免震フロアの完成です。コンクリート打ちタイプの施工状況です。主に新設の倉庫や工場などで用いられます。既存コンクリート床の上に型枠を作ります。墨出しをします。専用両面テープを貼り付けていきます。ミューソレーターを配置していきます。滑走プレート同士を専用テープで接合し、生コンが漏れないようにします。防水、防塵、密閉の目的で、外周に一筆書きでグリスを充填し、
シール体を形成します。インソレーターの上にコンクリートを打ちます。型枠を撤去すれば強固な免震コンクリート床の完成です。アンカーボルトを打って鉄骨を立てることもできるし、大型機器の設置も自由にできる、将来の用途変更にもオールマイティーです。